ジでね、初めての俳優のスカウトされてね、俳優のスカウト、そうお前かお前、びっくりしてんけどね、お前みたいなやつ俳優のスカウトされる、そんな、でも俺もびっくりしてんけどね、その人が言うには、髪短くて鍛えてて、色黒い人を探したんですっていう、ちょっと待って待って、髪の毛短くて色黒でマッチョの人探してた、それ俳優のスカウトじゃなくて男優のスカウトちゃう、それやらしいビデオの男優のスカウトされたんちゃう、そんなことないやろ、ほんまに俳優かそれ、そりゃそうでしょ、どこでスカウトされたのよ、島の内の方や、絶対男優やんかそんなあんなとこでスカウトしてん、男優ぐらいやで、お前俳優とちゃうやんそんな、お前みたいな男優見たことあるもんだって絶対男優のスカウトや、それは、いやもうなんかドラマも決まってるってね、あそう、衣装合わせもしたんやか、衣装合わせしたの、そうそうそう、ほら俳優やんかもん、ね、男優に衣装もクソもないもんね、あんなもんどんな衣装やったのよ、バスローブとブリーフやって、男優やないかバスローブとブリーフ、男優の清掃やで、あれお前男優のスカウトされてんねん、絶対ちゃんと役作りのために、食事も管理されてんのよ、食事も管理されて、そうそう、ほら俳優やんかもう、男優なんかね、出前とカップラーメンばっか食べとるからね、あんなもんは、絶対俳優や、それやったら、なんかね、何食べてんのよ、ニンニクと山芋とすっぽんしかあかんの、俳優やないか精力つくもんばか食べさせられてるやん、ちょっと男優のスカウトされてんねん、お前はドラマ始まったらな、プレッシャーでなんか病気とかなりますよとも言われたよ、ほな俳優やんかね、男優にプレッシャーなんかないもんな、あんなもん、な何胃潰瘍とかなるとか言われたの、クラミジアとかなりますよ、男優やねんクラミジアなんか男優の持病やねん、あんなもんお前俳優基本クラミジアにはならへんのよ、ちょっと男優やから絶対そんな、でもロケとかもあのロケバスがありますよって言われたよ、あロケバス、そうそうそう、ほな絶対俳優やんかもう、男優なんかね、現地集合現地開催かみたいなもん、絶対そうやからそんなもんは、そのバスがなんか中から外は見えるけど、外から中見えない、マジックミラー号やん、そんな男優の乗り物やねん、あれお前絶対男優やねん、そんな、いやでもちゃんともう台本ももらったんやから、台本あんの、ほなもう絶対俳優やんか、そうやね、男優に台本なんかあらへんもんね、男優の台本あったとしてもね、上手登場、濡れ場終わり、下手はけぐらいやもんな、そんな短いもんやもんだって、もっと長かったもん、ほなもう絶対俳優ですわ、それは、そうそうそう、あちょっとどんなストーリーやったの、そんなそれは、俺の役やな、普通のごく普通の配達業者の配達員の役、なるほどね、朝から晩までもうずっと荷物を運ぶって役や、なんかヒューマンドラマみたいなそんな感じなんかね、そうそうそう、でその日も朝からずっと荷物を運んでね、で最後の家のチャイムを鳴らしたら、なんか中から綺麗な奥さんが出てくるんだよ、綺麗な奥さん来てよ、そうで今主人がいてないから2階まで荷物運んでくれませんかって言われんのよ、言われ、分かりましたっつって階段上がってる時にパッて見たら、その奥さんのスカートが短くてパンツ丸めになってる、何言わないか、そんなエグい見たことあるもん俺、その後2階で奥さんとやらしいことなるんでしょ、そんな、2階上がってね、荷物置いてお邪魔しましたで帰んねや、ほな男優とちゃうやんか、もう男優そんなんじゃ帰らへんもんね、買ったビデオの男優帰ってたらブチ切れるもん、それとも俳優ですよ、そんなもん、で職場に戻んねんけど、戻ってね、時間が遅なってるから、上司にあのサボってたよって怒れんのよ、怒られてね、で同僚がそれを見ても、うちで飲むかって言ってくれんねん、なるほどね、なんか釣りバカ日誌みたいなね、そういうドラマなんかな、ほんで同僚の家行ってな、まあ、俺とその同僚と同僚の嫁の3人で飲むねんな、3人でね、ほんならその同僚がさっき寝てしまうねんね、俺とその嫁さんの2人きりになってしまうねん、2人きりになってね、でその嫁さんも酔っ払ってってな、俺の股間の方に先をこぼすねん、で拭きますよって来たねんそんな AV 見たことあんねん俺、その後ね同僚が寝てる隙に奥さんとこっそりやらしいことするんでしょ、そんな、ほんで拭きますよって言うから、いいですいいですって自分で拭いて飯食うねんよ男優そんな自分で拭かへんもんな、飯なんか食わへんもん男優なんかそんな、そのあと飯食いながら感想とかいろいろ言うねんからな深夜食堂みたいなドラマなんかね、そんな感じかな、ほんなら、でもそうこうしてたらね、終電の時間ギリギリやねん、時間になってでもバーって慌てて帰るときに、途中でなんか謎のスイッチみたいな拾うの、謎のスイッチ、そうそう、何その急な転換なんや土曜も夜のドラマとちゃう、それ攻めたやつ、まあ分からんねんけどな、そのまま電車飛び乗ったら女性専用車両やねん、やってもうたそれ、めちゃくちゃ慌ててボタン押してしまうねん、押したらほんな時間止まんの、あいやいや時が止まるシリーズのやつやんか俺が好きなやつやないか、それ見ろよお前、ちょっとそれほんま
な、うん、その後止まったことええことにやらしいことするんでしょ。そんなんもう止まってる間に、うん、もう俺は一般車両に戻ってそこでボタンを押して時間が戻る。何もちゃうやん。男優車両変えたりせえへんねんほんま。男優とちゃうわ、それ俳優やほんなら。それが第一話。もう全然思んねえやないか。もうええわ。